新型コロナの影響でオンライン開催が続いていた性的マイノリティへの理解を深めるためのパレードが3年ぶりに復活しました。今歩き始めました。性的マイノリティのシンボルとされるレインボーカラーのパレードです。行ってらっしゃい。性的マイノリティらが参加するプライドパレードは過去2年間オンライン開催でした。今年は参加者を事前に申し込んだ2000人に制限して行われました。参加者は多様性を表すレインボーカラーの旗などを持ち、大声やハイタッチを自粛するなど感染対策を施しながら渋谷の街を歩きました。性的マイノリティへの差別や偏見をなくすためのパレードは世界の主要都市でも毎年行われています。